さあやるぞ。兵站拠点を設置するのはここか。クソみてえになれてやる。兵長、後続の本隊は予定通りに到着できそうですね。よし、エルヴィンの到着までうざってる奴らを片付けるぞ。邪魔だ。さっさと肉を削いでいく。来た、チキショウ。まとめて相手して俺の敵じゃない。俺は次に行く。ここは任せたぞ、エルド。兵長、わざわざすみません。これで補給班を撤回できます。さすがです、兵長。私もお役に立てるよう頑張ります。塵一つ残さずとはいかねえ。ひとまず掃除は終わった。おとなしくしてろ。救援要請ね。助けに行かないと。さっさとエルヴィンと合流しないと。おとなしくしてろ。まとめて相手して。おとなしくしてろ。いいところに来た。手を貸せ。俺の敵じゃない。警戒するか。お前の鼻は確かだから気をつけろ。総員展開。補給班を援護しながら予定の配置につけ。援護班は中心部の巨人を誘い出し、町の外側で各個を撃破せよ。リヴァイ、我々は中心部を制圧し拠点設置箇所を確保する。行くぞ。了解だ。予想より巨人が多い。おとなしくしてろ。行けばい。補給を怠るなよ。何だ、苦戦してやがるのか。報告、飛行士が再び出現。補給班が狙われています。補給班が壊滅してはまずい。リヴァイ、やる。飛行士の対処を優先しろ。邪魔だ。やる。どんな巨人だろうと投射し、俺のためにありがとうございます。邪魔だ。おとなしくしてろ。リヴァイ兵長、ありがとうございます。あの貴公子を倒したのか。さすがリヴァイ兵長だ。助かった。あの人がいればきっと勝てる。救援要請ね。助けに行かないと。おとなしくしてろ。巨人どもめ、ぶっ潰してやる。リヴァイ兵長、助かりました。おかげで補給班を展開できます。まだ貴公子が嫌がる。軍隊、周囲をしっかり見張ってろ。了解しました。ここはお任せを。
次から次へと。まだ殺され足りねえか。町の中心部を制圧しないことにはキリがありませんね。おとなしい。町の中心部の巨人は片付いてた。あとはリヴァイのおかげで補給班は無事だな。各班、兵站拠点の設置にかかる。大変だよ。南から巨人の群れがこっちに向かってる。俺たちも引き寄せられてきたよ。俺の敵じゃない。ふざけた真似をすればいい。仕留める。俺の敵じゃない。巨人の様子がおかしいな。南側の巨人のところに集まってるのか。あいつらも飛行士だったんだ。合流されると面倒だ。止めるぞ。おとなしくしてろ。あのエンダー、何が出やがったんだ。ああ、こんなに飛行士がいるんだから一体くらいイケてるにしても。ダメだ。巨人を捕獲してる余裕はない。燃料を落とすんだね。その調子だ。拠点設置完了まで巨人を近づけるな。まだ巨人が。こんなに立て続けに戦うなんて限界か。下がって構わねえぞ。いえ、兵長、やります。やらせてください。さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ。団長にバカだと思われるでしょ。残念、もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。そんな、あの子たちの死体を調べる暇もないのかい。いいかい、そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのはって。エルビン、あのクソメガネはほっとけ。ああ、志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある。行こう。我々に課せられた使命を果たすんだ。